領銃撃事件と、あともう一つ2024年 FRB 利下げと市場暴落と NISA という2つのタイトルで、メッセージを伝えます。投獄中の黒川の意見を踏まえこの事件について述べる。まずトランプ前大統領の無事に安堵するとともに怪我がいち早く回復することを願う。また亡くなられた聴衆の方のご冥福を心よりお祈り申し上げる。犯人は集会中のトランプ氏を会場外のビルの屋上から自動小銃、これは ARIS ちょっとなんて読むのかわからないで狙撃し、トランプ氏は耳の上部に被弾した。あと10センチずれていたら死んでいる。大変な事件だ。ただすごく気になったのは、撃たれたトランプ氏はすぐに立ち上がり拳を振り上げて会場を煽ったと報道されている。銃撃が終わったかどうかわからないうちに立つなどということが考えられるだろうか。演出ができすぎているように邪推してしまう。もうどう見ても大統領選はトランプ氏の勝利だろう。しかしトランプ氏はユダヤ資本家の手先である。そういう意味ではバイデン氏と大差はない。トランプ氏は6回破産しているが、それを助けたのがロシアユダヤマネーである。またトランプ氏の娘のイバンカ氏はクシュナ家と結婚しユダヤ教に改宗までしている。クシュナ家はイスラエル建国のスポンサーでありゴリゴリのシオニストだ。先日人口革命について話したが、トランプ氏現象は典型的な人口革命だ。日本でトランプ氏を持ち上げるインフルエンサーは人口革命の世論工作に使われている者たちなので注意しなければならない。トランプ支持者の Q アノンたちは反ワクチン主義なのにもかかわらず、ワクチンを作ったのはトランプ政権のワープスピード計画だ。しかし Q アノンたちはトランプ氏を応援し続ける。支離滅裂であるが誘導されているので本人たちは気づかない。今回の事件で民主党と共和党の支持者の分断が問題とされているが、むしろその分断は人口革命を煽る CIA などの諜報機関によって意図的に加速されている。分かりやすい対立構造を作ることで民衆を扇動しやすい。民主党であれ共和党であれ、そのスポンサーの大元は同じだ。ユダヤ資本家のトップたちだ。 FRB を作った者たちだ。アメリカの一般庶民はものすごく疲弊している。貧富の格差が日本と比べ物にならない。民主共和のどちらが勝っても庶民は救われない。二大政党制とはそういうもので、どちらも既得権益者であることに変わりはない。まだ日本には第三の政治勢力がかろうじて存在する。世界が変わるとしたらアメリカのような二大政党の中からは変わらない。人口革命に踊らされない賢い国民が育ち、第三の政治勢力が社会的な力を持つようになるしかない。